はい、えー、そうしましたらあ、まあ、税金が最後ということで、あのー、税金の出題って実はそんなに多ないんですよね、2問なんですよね、ただ、やっぱりその2点取れたら大きいのは事実やし、割とやっぱ苦手な方も多いんですね、で覚えなあかん数字って結構多いですね、で,、まああのー、できれば2点取りたいというのがね。 え本音というか、えーね、まああの税金は特に出題としては、えー、まあ地方税が1問国税が1問とこういう1問ずつになっているというのが基本ですねこれが今の出題のポイントにはなりますんでその1問ずつをできれば取りたいというふうに思いますで去年は実は両方とも言われて優しかったんですね 割と優優ししかかっったたんんでですす、うん、去年も優しかったんです地方税も不動産取得というやつねで、えー、国税も因子なんですねこれ割と優しかったんですねだからその分点数が上がったんですよね、うん、普通はそんな両方とも優しいことはあんまりないんですけどもなんですねだからその辺がねどうなのかとは思いますけども、えーまあ、まずは地方税の方からね、えー まず、えー、と税金ですけれども不動産取得税からね、えー、まず千分の三千分の3100分の3100分の4これまあ,あの税率なんですね、えーまあ、税金なんですけども、まあ、3%4% ということなんですがまず住宅土地 住宅以外の土地も含めて3%です住宅以外の家屋は4%ですねあの試験に聞いてるのは店舗用の敷地は何パーかってやつですよこれもも間違ってるよね店舗用の敷地は3%パーこれ土地は公開だでしょ 土地は用途関係なく3%なんですよ。それあの店舗用の敷地やからこっちじゃないでしょ店舗ならばこっちやけどね土地は何でも3%やからねこの辺がやっぱり間違ってしまってるというかね、えー、いうところがあってですね、えー、ちょっとやっぱりよく読んどかんとやばいのかなという感じがしますね。で 不動産取得税に関しては、これは取得した都道府県。地方税ではあるんですけど、都道府県。例えば大阪府であるとか、京都府とか、兵庫県とか。ね。こういうところが、まあまあ、ね。で、投機は関係ありません。登記はだいたい関係ないのが多いよね。これは、ちょっとね、間違えないように税率としては抑えておいていただきたいところかなというふうに思います。3%、4%。いいですか税率ね。 はい、では続きまして、不動産取得税の免税点10万円未満です。これ、括弧書きしている理由は、10万円が免税点なの。ということは、10万円に満たないという意味ですけどね、土地にあっては、課税標準が10万円に満たない、未満の場合は、 課税されませんよと。これを免税店と呼んでるわけですよ。10万円をね。家屋。課税標準が、課税標準ですよ。建築、建てる場合は23万円未満。それ以外、例えば、もう、ののできたやつを買うという場合もありますから。 取得の場合は12万円に満たない場合は課税しない。これが免税店という。12312やな。1 2十3 1 2 12312。だから免税店と聞かれたら土地は10万円と答えなあかんよ。家屋で建築は23万円と答えなあかん。 それ以外は12万円と答えなか免税店という言葉にはこの未満は課税しないということなんですよ。未満という意味なんですね。だからこれもし免税店を10万円未満と言ってしまうと頭痛が痛いと言っているんと一緒に2回書いてるねだから10万円未満は課税しないという言い方やねこれが免税店という意味なんですけどね。だから12312ということで押さえておいてもらったらね。 10万円23万12万円とこういうふうにね、えー、捉えてもらったらいいかなと思いますねいいっすか1日3 1 2いいっすかねはい1200万控除ねこれ住宅を取得した場合の課税標準の特例と書いてあるんですねでまず問題となってくるのは課税標準なのか税率か税額かなんですよね ポイントはね要するにあるものに税率をかければ税額になりますからそのあるものを引いてくれるのかそれとも税率を下げてくれるのか出た計算した税額を下げるのかというどれかなんですねで特に居住用に関しては税金を負けてあげようという仕組みがあって要するにね税金を負けてくれるのは一体まあどれということになってここは住宅を取得した場合の 課税標準を下げてくれると。いうですね。例えば、今、新築住宅ね、新しい家。課税標準が1200万控除しますと。これ、税率は決まってましたね。さっき言いましたように、これは3%です。だから3、3%。まあ、ここら辺、あいつは書いててもいいですけど、別に特例じゃないからね。あれなんですが、新築住宅の場合は、 課税標準から1200万円を控除します。この新築の場合のこの1200万円控除っていうのは、ね、固定資産課税台帳に登録された価格ですから、この建築費用の40から70ぐらいの間なんです。実勢価格よりだいぶ安いんです。実際の使った金ではありませんのでね。大ね。土地の場合は地価工事の7かけぐらい言われてますから、70%ぐらいなんです。大体ね。 実ねはい、この場合、床面積は50から240、法人もいけます、貸し屋でも構いません、あのー、この話なんですけども、1200万に関しては、新築はかなり優遇されてますよね。だって1200万やし、床面積はこれ40からもいけますからね、これ50で書いてあるけど、貸し屋やったら40からいけますからね。 で、法人もいけるでしょこれ株式会社でもいけるわけですよ。で、また貸しても貸し屋でもいいし、親族でも構わないわけですね。これ割と新築はかなり優遇してるわ。で、それに対して中古はあんまり優遇されないんですわ。例えば、これ、中古の場合やったら、この50から240あるけど、40はないんですね。あれ新築やから。だから法人はこれ新築はいけるけど、中古はダメなんですね。認められてない。で、当然、 ななんんかかもあかんとなるとるねただ、新築住宅、あの、中古に関しては、昭和57年の1月1日以降の建物は対象なんですね。これは皆さん方業法で勉強されている重説の、昭和56年6月1日以降は耐震基準を受ける必要はないと、除くっていう規定がありますよね。あれ、建築基準法があの56年で変わってますから、その56年6月1日の、起算の一番早いのは、 57年の1月1日やからだから築34年ぐらいですかね築34年ぐらいまだ今対象にしてます中古でも行けます,す、ね、昔は20年25年とか言うとってんけどね木材は20年とか言うとってんけど今それなくしてますからもう割と優遇してますそ,そこはね中古ね築年数ね割と助かってるんちゃうかなまあこういうでまあ新宿はやっぱ優遇されてるのは事実ですねこれね1200万工場大丈夫ですかね はい、で次、えー、宅地を取得した場合の課税標準の特例、これ、あのー、土地の方も課税標準なんです。だから不動産、食ではやりやすい、どっちも課税標準やから。でしょ、課税標準、どっちも課税標準やからね。でも、今年は順番から言えば固定でしょ、去年、取得税やもんないや。知りませんよ、僕の独り言やからね。<laughs> ということは言いながらテープに残ってるけどねまあまだまあそれはカーニバルという予想大会でね丸伐をつけてね最後には1か月前にやらなあかんのですけどもまあまあ,あの去年税法に関しては地方税は当たってます国税は申し訳ない話外してたな予測は所得では予測しとったけどまあでも外してもあれ出てきとったらあれ割れたましやったね、まあ、今年はそういう意味ではねえ いいは外すかなっていう気はねしていいんじゃないかなっていう気はするんだけどもまあまあねまあ別に不動産食税で不動産食と固定と地方税2つやからね別に比べといたらええんちゃうかなっていうふうに思いますけどねはいここいいですか課税標準の特例ね土地で、ね、土地にあっては課税標準ける税率イコール税額ね税率何パーでした 3やね3登録価格の2分の1ね税率はもう3%ね先ほどでねありますんでまあまあこれもそんなに言うほどねあの難しくはないな同じ場所やからそれは1200万か2分の1かっちゅうだけやからねいいですかね割と取得税やりやすいよねまあまあマシというか取りやすいし問題がね多いかなっていう感じがねいいですかね よろしいはい。不動産取得税。問題ないですか、ね、はい。では次、固定資産税。ええー、これ3年っていうのは、登録価格の据え置き期間ってやつですね。家屋、土地、登録価格。課税標準を原則は3年間据え置くと。だから、 建物が新築したり、滅出したら1ヶ月以内に言うてねってのはこういうことなんでかと三3年間はそのお金を取られるんやからね。据え置かれるわけでしょ。来年評価がいいやね。2018年、ね。二千十八年が評価がいいやな。昭和33年から3年ずつやからね。長島修行が栄光の巨人軍に入団した年からやからね。昭和33年ずっと。36、30年。というね。 まあ3年ずつやってますけどねでこれはまあ原則という言い方をするんですが例外は地目変化例えば農地を宅地に変えたらどうです地価は上がるでしょ見直さなあかん家屋の改築リフォーアフターやったら宅地の建物価値上がるもんねだからあの塔っていうのは、まあ、あ,のあれね配置分合意で市町村の配置分合意でね一緒になったり 今特に今私たちが住んでいる僕らが住んでいる庫県なんかものすごい多いんですよねもうあの軍とかアザがみんななくなっていってもう死に参入してるのね資産価値は上がるんですよあれ間違いなくで昔は軍とかアザとか言ったらもうだんだんなくなってきていうのねそんなあれば当然また見直しをねそれは原則これだから原則としてっていう言い方はそういうことこれは例外やからねこれ原則ね 課税標準はそのまま固定資産課税対象の登録さっきも言いましたね家屋は大体40から70建築費用のこっち側が大体地下工事の7かけぐらいのイメージやなだから実勢価格よりだいぶ安いです使ってるのはねよしということねはいそして税率1.4ですだいぶ安いね不動産パーセン3%でしょ だいぶ安いですよね。安いでしょそうですよ。不動産上ず、その時だけこずっと取られますよ。お家をお持ちの方はね。資産。で、これ、あの、1.4ということで、これね。1こうやります。1.4%。これ、前は制限税率が、 2.1っていうのがあったんですけど小泉さんの時に撤廃してますいつでも増税できるように変えてます今までは1.4から2.1の範囲までしか無理やったんですでも今上がない以上3%でもしょうもらできんことはないですできんことはないけどそんなせえへんけどねそれこそそれ今やったら自民党は終わるでしょうそれじゃなくても人気が下がってんのにみんな暴れ回るんちゃうそんなねえ わわけわかんな,いなんてねだからまあまあ1.4ですですね1.4%よろしい、ね、で、まあ、ここの特徴としては納税義務者が1月1日現在ですよね1月1日現在の所有者が納税義務者ですよね例えば1月2日に打っても納税通知は来ますよねであの税法でなんか日にちに安分して払いましょうみたいなね ことは出てますやんあれ、罰ですよね。あれやるのは、宅建業法の37条書面でやるわけですよ。37条書面の高速効果の負担に関する定めがあるときはっていう三角で書いてあるわ。なければ別に地方税法があるからね。だけどない、ちょっとしか住んでへん家の税金全部払うのはね、なかなかっていう話じゃないですか。だから、そういう話がね。でもあれは、あくまでも現場でのその不動産取引の業者が入ったときの まあ、調整の仕方であって税法はもう冷たいある意味で民法と一緒で1月1日ここで基準にしてるからね1月1日現在の所有者が納税義務者になますで個人法人問いませんよ当然会社がビル持ってたらずっと資産税かかるよ財産持ってるからね個人法人問いませんのでい、ね、いですかずっと税金は取られるよ